ジェームス・トスランド。ジェームス・トスランドは、イギリスのオートバイレーサー。イングランド・サウス・ヨークシャー州ドンカスター出身、マンシマ在住。とのスーパーバイク世界選手権チャンピオン。より2シーズン、テックンヤマハチームからモートジッピーに参戦した後、より、スーパーバイク世界選手権に復帰。レーサーとしての活動の傍ら、ピアニスト。 歌手としても自身のバンドクラッシュ等で活躍しており、BBC のチャリティイベントでと共演を行ったり、2007年のスポーツパーソナリティオブザイヤーのセレモニーの場でピアノを演奏したりしている。ドンカスターで生まれる。両親が別居したため、ジェームスは母親に引き取られロザーハムのカイブトンパークで育った。その後母親がケンライトと付き合うようになると、ジェームスは彼を父親として受け入れ。 彼の趣味に興味を持つようになった。8歳の時、ジェームスはプロのピアニストによるレッスンを始めた。また、近所のボタヤまでモトクロスにも乗るようになった。母親が家計のやりくりに苦労している一方、ケンとジェームスはイギリス国内のジュニアトライアルやモトクロスの大会に出場していた。ジェームスが10代初めの頃、ケンと母親は別れた。 ジェームスは落ち込んだ母親を支えることを選び、ケンとジェームスの関係は終了した。ケンはその後自殺している。ピアノレッスンはその後も続けたが、彼が目標と下への入学は果たせなかった。ケンの死後、トスランドはオフロードからロードレースに転校するとすぐに頭角を現し、1995年のジュニアロードレースのチャンピオンとなり、125cc の UK スーパーティーンシリーズにテップアップし、17歳の時にはホンダ CB500 カップを制した。その後、ホンダのスーパースポーツを借り国内選手権レベルのレースで優勝した。イギリス国内での活躍が認められ、彼はスーパースポーツ世界選手権のファクトリーチーム、カストロールホンダと契約を結んだ。2年間チームに所属したが、1年目はシリーズ18位。 二年目はシリーズ11位の結果に終わった。2000年には清涼飲料がスポンサーのポールバードのチームからホンダ VTR を借りブリティッシュスーパーバイク選手権に参戦した。開幕から7戦を戦ったが重傷を追い残り4戦を欠場101ポイントの獲得に終わった。シリーズランキングは12位2ヒート制となったオールトンパークで6位になったのが 最高位だった。20歳になったトスランドはニール・ホジソンのチームメイトとしてグスチームからスーパーバイク世界選手権に参戦した。スーパースポーツ世界選手権でもブリティッシュスーパーバイク選手でもトップ5にすら入ることができなかったトスランドは当初はホジソンに全く歯が立たなかった。しかし彼は3位表彰台を経験しシリーズ7位に入ることができた。 よく、チーム全体の実力が上がったことも手伝って、オッシャースレーベンで初優勝を遂げ、シリーズランキングでも3位につけた。ニール・ホージソンとルーベン・チャウスがモート・ジッピーに活動の場を移したため、トスランドは、ワークスのフェラ・ドゥカティチームに移籍し、ベテランのレジス・ラ・コーニのチームメイトとなり、ドゥカティ999回04を借ることになった。トスランドはシーズンを通じて、 ラコーニに食らいついていき、時には彼を上回ることもあった。最終戦のマニクールで、トスランドはラコーニを抜き去り、9ポイント差で年間チャンピオンに輝いた。参勝を含む14回表彰台に立ち、336ポイントを獲得した。は、試練の年となった。鈴木、ヤマハ、ホンダらの日本車税が台頭する一方、チームのサポートは十分ではなく、 ルカティの先制時代は終わりを告げた。鈴木のトロイコーサーがチャンピオンとなり、トスランドはシリーズ5位に終わった。モートジッピーに移ったクリス・バーミューレンの後釜として、トスランドはウィンストン・テンケイとホンダチームに移籍し、オーストラリアのカール・マガリジのチームメイトとなった。開幕戦カタールで優勝し、トロイ・ベリスに次ぐシリーズ2位となった。この年モートジッピーで重賞を追い欠場した。 フォルスナ・ホンダのトニエリアスの代役を務めようとチームと接触したが、スポンサー関連の問題で実現しなかった。またこの年、モートジッピーのドゥカティのサテライトチーム、プラマック・ダンティーンと交渉を行い、のレギュラーライダーとしてのオファーを受けた。しかしこの時点では、コンペティティブとは言えなかったダンティーンでのレースをトスランドは望まず、オファーを断った。 モートジッピーへの誘いを断り、もう典型とホンダチームでスーパーバイク選手権を戦うことになった。開幕戦のカタールと第2戦のフィリップアイランドにおいてそれぞれレース1で2位、レース2で優勝する活躍を見せた。開幕から5戦ではレース1.2のいずれかに優勝し、第5戦は戦ではもう少しで両レースに優勝するところだったが、 0.009秒差でトロイベリスに敗れてレースに優勝を逃した。トスランドは第10戦のブランズハッチで自身初のレース1点に完全制覇を成し遂げ、チャンピオンシップで66ポイントのリードをいた。最終戦間にクールでポールポジションからスタートし、レース1では7位、レース2では6位に入った彼は、 日本の羽賀のりゆの猛追を2ポイント差で抑えて2007年のシリーズタイトルを得た。トスランドは BBC が主催するスポーツパーソナリティオブザイヤー2007にノミネートされ、リッキー・ハットンに710票差で次ぐ4位になった。セレモニーの場で彼自身が作曲したブルース、ジャズの曲を演奏し、彼のピアニストとしての才能を披露した。シーズンは モートジッピーのホンダ系チームへの移籍や、典型とホンダチーム自体が、トスランドと共に、モートジッピーにステップアップする可能性などが噂されたが、彼は再びプラマックダンティンチームと交渉した。しかし最終的には、2007年8月1日、トスランドは、テック3ヤマハチームと2008年シーズンのみの1年契約を結んだことが発表された。チームはタイヤを、 これまでのダンロップからミシュランにスイッチすること、チームメイトはコーリー・エドワーズになること、トスランドのレーシングスーツは、イギリスの比較メーカーの BKS が供給することが、合わせて発表された。デビューシーズン、トスランドにとって、初めてのサーキットが8つもあり、苦戦が予想された。しかし開幕戦カタール GP では、予選2位につけ、決勝は6位で、フィニッシュする上場のスタートを切 第2戦スペイン GP では、機関支援をわずらっていたにもかかわらず、予選8位、決勝6位の結果を残した。トスランドは、彼のアグレッシブなライディングスタイルについて、他のライダーから非難を浴びることになった。クリス・バーミュレン、アンドレア・ドビーチ・オーゾ、ケイシー・ストーナーらは、トスランドの強引なオーバーテイク方法に不満を述べた。トスランドは、自身のスタイルを、ハードだがフェアだとし、 チャンスがあるなら、ライバルを、オーバーテークスのが、自身の仕事だと語った。ドニントンで開催される、イギリス GP を前に、もし自分が勝ったら、レース後裸になって、マシンに乗ってピットまで戻ってくると宣言した。しかし決勝では一周目の第一コーナーでクラッシュ、してしまい、その後復帰したもののトップから、周回遅れとなる17位フィニッシュに終わってしまった。 シーズン中盤以降、トスランドは10位前後の順位で苦闘することになった。第9戦ダッチ TT と、第11戦アメリカ GP では9位に入った。第12戦チェコ GP では、ブリジストン勢が優位に立つ中、チームメイトのエドワーズを上回りミシュラン勢で3番手となる13位でフィニッシュした。第16戦オーストラリア GP では一時3位を、走行していたが、バレンティーノ、ロッシ、 ホルヘロレンソ、ドビツヨーゾ、中野マイアラとの激しいバトルの結果、最後は6位でのフィニッシュとなった。シーズンを通して、マシンのパフォーマンスが安定せず、リタイア数はわずか2回しかないにもかかわらず、トスランドは、モートジッピーのデビューシーズンを総合ランキング11位、105ポイントの獲得で終えることになった。2008年シーズンの第2戦終了後に、 テック3チームは早くもトスランドとの契約を更新しており、シーズンもエドワーズとのコンビで戦うことになった。ヤマハモチームへのマシン供給を2010年まで続けることも発表された。開幕前のテストでトスランドは脳震盪を起こすほどの大きなクラッシュを経験した。またシーズン開幕後はマシンのセットアップが決まらないことに苦しんだ。 2008年シーズンはメカニックとのコミュニケーションに問題を抱えていたため、トスランドの主張により、チームメイトのエドワーズと担当チーフメカニックを交換することになった。この交換にエドワーズは憤慨し、シーズン序盤からトスランドと口をきかなくなった。望み通りにチーフメカニックを変えてもらったトスランドだったが、1年を通じて成績は低迷し、 シリーズランキングは14位に終わった。エドワーズより前でフィニッシュできたのはわずかにレースに止まった。アメリカ GP とオーストラリア GP ではジャンプスタートを犯してしまい、前者ではペナルティのピットスルー指示を無視してり続けたため失格処分を受けてしまった。2009年10月1日、テック3チームはよくシーズン、トスランドに代わりベンスピーズを起用することを発表した。 モートジッピーでのシートを失ったトスランドはスピーズと入れ替わる形でステリルガルがヤマハチームからスーパーバイク世界選手権に復帰しシーズンを戦うこととなったチームメイトにはのスーパースポーツ世界選手権チャンピオン東京のカルクラッチローがついたトスランドは新しいマシンへの順応に苦しみ未勝利で表彰台4度の獲得に止まりシリーズランキング9位に終わった 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。